ブレイクタイム。はい、こちらクセロリです。今日はですね、ある事情でデジカメで撮ってます。でですね、最近こちらの一眼を使うようになったんですけど、やっとこれが届きました。レンズカバーと三脚が届いたので、こちらを簡単にレビューしていきたいと思います。まあ、まずは最初はこちらのレンズカバーからね。白馬って書いてありますけど、レンズがですね。まあ、レンズにカチャってはめるカバーなんですけど、こんな感じ。まあ、ポイントはですね、ホコリを入れないって感じかな。早速次へ行きましょう。はい。つけました。それで、フードをつけて、はい、もうこれで完了です。まあ、ずっとこんなもんです。まあね、それまではですね、三脚なんですけれども、こちらを使ってました。今まではですね。で、一眼で撮ってたじゃないですか。その一眼はですね、こういう、で撮ってました。やっぱね、こういうちっちゃいのって、やっぱ壊れやすいんですよ。ここはもう割れちゃってます。ああ。まあね、こういうね、やっぱ結局、でかい本格的なね、ベルボンのやつとか使っちゃうようになるんですけど、僕みたいに手だけで話す人はですね、テーブルにこういうでかいの置けないんで、床にドンと置いちゃうんで、体勢がすごいきつくなっちゃうんですよ。そこで買ってきたのはこちら。わぁわぁ、はい。やっぱね、よく見てみると分かる通り、さっき使った本格的なやつと全く同じメーカーです。ベルボンさん。なんですけど、やっぱね、折りたたんだ状態でサイズを比較すると、約、今まで使ってたやつの2分の1ぐらいのサイズなんですよね。とても小さいです。で、この三脚の高さ調節が3パターンあるのでやっていきましょう。はい、これが一番高いやつですね。こいつと比べてみると、こんぐらいの高さがあります。結構でかくなりますね。これが2パターン目ですね。ここを、そして、1パターン、2パターンっていきます。で、これが3パターン目ですね。まあ、ここの足を変えました。でですね、3パターンしたんですけど、もう1パターンありました。これはでですね、なんか普通三脚ってこれが折りたたんだ状態なんですけど、これ開いてこうですか、こう開いてこうじゃないですか。だから畳んだ状態よりも低くすることってあんま三脚でないんですよね。ですが、いります。することによってローポジション、低い状態にすることができるんです。これは意外と便利です。まあ、これからはこのローポジションで撮るんですけれども、実はですね、昨日出した消えるメモの動画はこちらの三脚を使っています。はい。で、一眼を装着してみるとこんな感じで、ね、僕が目標にしている動画数1000本なんですけれども、もうあとほんのちょっとなんで、そろそろ気合い上げて、こんな感じで、頑張ってきたので、皆さんも楽しみにしててね。というわけで、これからもこれで撮っていくので楽しみにしてね。というわけで次回の動画でお会いしましょう。